さあ来ました、ワンピースフィルムレッドコラボ決定ということで、公式ホームページに公式サイト、あ、特設サイトが上がりましたので、こちら見ていきたいと思います。いやもうたまらんですね。麦わらの一味がドーンと、トップに出てきているわけなんですけれども、とりあえずねイラストしかまだ出ておりませんし、まだハテナの部分もめちゃくちゃ多いです。ただ、こんな感じでですね、はい、進化先とかは見れるようになっております。ルフィ変身、あーかっけー、マジでかっけー。究極進化スネークもかっけー、マジで。いや究極進化はね、昨今のこの非属性の環境で行くのであれば超つなぎ消し系になるのかなとかね、まあ、変身で言ったら普通にまあ超コンボ強化3とか持ってそうだよね。うん、アシスト進化これどうなんだろうね、まだ想像はできないですけども、ゾロ、まあ、キー水かなみたいなね、はい、イラストから感じ取れるのは、まあ、究極はキーかな。でも水のエフェクト入ってるもんな。うん、でアシストが和道一文字で、ナミはね、進化前とアシストだけなので、まあ低レアかなとかね、はい、まあ性能もねすごい楽しみだよね。ウソップも、はい、この感じなんで、まあ低レアでしょうね。サンジが変身キャラなんですよね。おそばマスクかっけー、マジでかっけー。でアシスト進化レイドスーツね、いいっすね、ちゃんとねそこの設定をね。でチョッパーが、進化前とアシストで、ニコロビン、はい、進化前とアシスト、いいっすね、イラストがとてもいいっすね。あ、もういいっすねしか言えないっすわ。でフランキーも進化前アシスト、いいっすね。はい、でブルックがいて、はい、ジンベエ親分、僕ジンベエ推しなんすよね。でもまあこの進化の感じだと、まあ、低レアになるけど、あの山本プロデューサーがね低レアでも強キャラ出していくんでみたいなツイートされてたと思うんで、まあ、強キャラであることは間違いないと思いますけどね。というか強キャラであってほしい。はい、で、麦わらの一味が以上なんですけど、ウタがここにいるんですよね。でウタが別に変身でもなければアシスト進化もなくてっていうことなので、まあおそらく黒メダルなんじゃないかとか、うん、まあ追加される可能性もなくはないですし、はい、って思ってます。でカミングスンが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 います。まあ残りのキャラクター後日発表とのことなんですけど、この19体ね、まあ何が来るかですよね。まあこの歌の横のところにはシャンクスいてほしいけど、結局引っ張りハンティングの方でシャンクス出ないっぽいんですよね。で他にヤマトとかエースとかサボとかが出るので、そこで埋めてくるのかなとか、まあでも別にラインナップ一緒になる必要性とかはないからね、別に関連性がないからね。うん、でまあ映画関連でいくと、まあ本編でも重要な存在のコビーとかもね、しっかり映画でいい働きもしてましたしとか、海軍側だよね、3大将出るのかとか、はい、なんだったら、まあ、本編ファンも喜ぶようなガープとかも出てきてほしいし、いやガープ出たらあっちい、ガープ出たらあっちいな、まあ、戦国元元帥もいてほしいけど、ガープ出るなら、あとおつるさんとかね、いやもう想像は膨らむばかりですよ。この19体にも期待しておきましょう。でこのねワンピースコラボがまたさらに盛り上がりそうなアップデが来るんですよね。はい、バージョン 20.2 ということで、8月23日にアップデートが来るっぽいんですけど、今イントネーションおかしかった、まあいいや、スコア付きフロアのランク報酬がリニューアルされますとか、まあこれはねより直近の環境というかに合うような報酬になるんでしょうね。で、カスタムフィルターがなんちゃらとか、あとパズパスのね、ダンジョンにシバドラ降臨とか追加されるんで、シバドラね今大活躍なんで、最低でも3体作りたいキャラなんで、ここに入るのは、まあ、パズパス入ってる方はねいつでも挑めるようになるんで、はい、困らないんじゃないでしょうか。まあ、最大9体とかね、まあ、武器含めたら11体とかね全然作りたいんで、シバドラは、はい、ガチ勢の方はまあそれぐらいやりましょう。もうやってるか。はい、で、ウィンドウが色覚サポートに対応されますとかあるんですけど、ここスキル使用時にカットイン演出が入る、スキルカットイン機能が追加されます。これついに来ましたね。
何かというと、まあおそらくですけど、例えばじゃあルフィのスキルを使います、使った時にカットインシュイーンって入ってゴムゴムのーとか、いやー熱っ熱っ。だからゾロのスキル使う時に三刀流とかやるわけですよ。かっこよくなるでしょこれは。まあオンオフもできるっぽいんで、演出邪魔だよっていう方はオフにすればいいんですけど、はい、デフォルトはオンになっているようです。いやこれ込みで絶対、いや神コラボ、もう神コラボです。はいはいもう神コラボです。もうそれはねワンピースファンだからっていうのもあるんですけど、いや石何個になるかっすね。この感じだと最低でも7でしょうね。5はないな。うん、まあ10が無難かな。でもまあ個人的にはガンガン使っていきたいっていうことを考えると、全然あの石10にしてもらって構わないんで、潜在覚醒を8枠でねお願いしたいところはありますね。上限解放を振って遅延も触れるみたいなね、はい、8枠であってほしいので石10でお願いします、むしろって感じです。はい、ということで、ね、ちょっとね、まあ、あのテンション上がりすぎて話したいことまとまってなかったかもしれないんですけども、とにかくめちゃめちゃいいコラボになりそうな気がしております。テンションモチベ爆上がりしております。そんな方はぜひコメント欄にお越しください。熱を共有しましょう。本日は以上です。さよなら。